光ボードに色を塗っていくんですけど、使うのはこちらのターナー社の、ミルクペイントですね。まあ、色はクリームバニラで、まあ、白ってよりかはアイボリーみたいな感じですね。でこれを塗った後にこのアンティークメディウムっていうのがあるんですけど、名前の通りアンティークな風合いが出せるっていうものらしいので、一旦これを全部塗って、その上で、このアンティークメディウム、塗っていきたいなと思います。さっきは布でオイル塗ったんですけど、今回このハケで塗っていきたいなと思います。よし、じゃあ早速塗ってきます。結構雑に塗っちゃってます。若干この足についちゃいました。ここについてしまいました。まあしゃあないっすね。1枚目はこんな感じに塗り終わったんですけど、まあ、もう2枚そのボードあること言ってなかったんですけど、この2枚も同じように塗っていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、2枚目も塗り終わったんで、立てかけて乾かそうかなって思います。残すとここの1枚だけなんで、まあ、ちょっと疲れたんですけど気合い入れて塗っていきます。よし、完成。塗り終わりました、ついに。はい、ということで、こちらの有効ボードが塗り終わったので、まあ、あとこのボードが乾いたらなんですけど、まあ、こちらのアンティークメディウムを塗っていきたいなと思います。まあ、アンティークメディウム塗って、その後にこのヤスリですね、このヤスリをかけて、まあ、全体的にそのアンティークな風合いに仕上げていこうかなと思います。まあ、なので乾くまで待ちたいなと思います。はい、ということで、
1日経って、まあ、十分もう乾いてる状態なので、まあ、これからアンティークメニューも塗っていこうかなと思います。こちらのアンティークメニューなんですけど、まあ、このハケとかで塗った後にちょっと拭き取るとなんかかすれたようなそのアンティークな風合いが出るみたいなので、まあ、これとなんか布巾とかじゃ使ってきます。早速塗ってきます。よいしょ。ボードの上に乗っちゃいます。優しくこれ塗ってあげるのがいいかもしれないですね。もしかしたら。もうコツはひたすらなんか撫でる感じで塗ればいいかなって思います。とりあえず1枚目塗り終わったんですけど、まあ、結構難しいですね。なんか加減がちょっとあんま分かんないかも。まあどうせヤスリでちょっと削るんで、まあ、いい感じに調節します。じゃあ2枚目も塗ってきます。もう本当にこれつけるのちょっとだけでいいですね。つけすぎるとちょっと汚くなっちゃうし。ラスト1枚塗ってきます。よし、完成。とりあえず一旦塗り終わったんで、あとはヤスリがけします。ヤスリは320番っていうのを使いますね。 2×4 をカットしてもらった時にちょっと廃材をもらったので、こんな感じで削っていきます。とりあえず1枚目終わりました。これ結構大変ですね。ヤスリがけ完了しました。ってことで、この 2×4 材と、このボードですね、このボード3つを、移動させて、実際に取り付ける作業まで、
やっていきたいなと思います。